皆さんこんにちは。今日もイタリア在住主婦がおしゃべりをします。イタリアの反グローバリズムの情報を皆さんと共有したり、その中で私が感じたこと、考えたことを気軽にお話ししていますので、お付き合いいただけると嬉しいです。だいぶ日が長くなってきました。もうすぐ春ですよね。考えてみたら、まあね、冬の間は日が短くなるので、まあ私日中に明るいうちに撮影できないことが多くって、でカーテンを閉めて電気をつけての撮影なんですけど、日中の撮影となるとね、こうやって頭で窓を隠すんですよね。そうしないとすごく眩しいんですよ。こう光が入っちゃうととっても眩しいので、こういうアングルで撮ることになるんですけど、まあこの日中明るいうちに撮れるようになったということは、日が長くなってきたんだなっていうことも実感しています。ということで、まあ今日はちょっといろいろ雑談したい話はあるんですけど、他の話題もあるんですけど、とりあえず、まあ早急に皆さんにお伝えしたいなって思ったことは、また西側プロパガンダが激しくなっているっていう話なんですね。で、もうご存知だと思うんですけど、タッカー・カールソンがプーチンにインタビューをして、その動画がまあ世界的に話題になってると思うんです。で、プーチンのこう演説をね、今までも直接聞いてきたことがある人は、それほど驚く内容のことではなかったと思うんですけど、今回タッカー・カールソンがインタビューしたことによって、初めてプーチンの演説を、直訳で聞いた人が多いんじゃないかなって思うんですね。それで、まあ、プーチンの、の見方を変えたっていう人もかなり多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、西側プロパガンダの、嘘が本当に暴露されたと思うんですね。今回初めて見た人は、初めて気づいた人も多いと思いますし。世界中で多くの人が、まあ、そのプーチンへの見方を変えたことによって、今までの西側プロパガンダは何だったのかって疑問に思う人も増えているんじゃないかと思うんです。で、プーチンのインタビューの全体像を知った人っていうのは、ほとんど SNS を通じて知った人ばかりだと思うんですね。X とか YouTube とかで、まあ、いろんな人が YouTube でも話題にしてますよね、未だに。なので、そういう、SNS を通じて知った人がほとんどだと思うんですけど、まあ、テレビや新聞では全く話されていないか、まあ、ほんの一部だけを切り取って話されたか、どちらかなんじゃないかと思います。イタリアでもそうです。イタリアの討論番組なんかでは話題にすらしていません。でも、まあ、YouTube とか、X とかをやってる人は、どこかしらで、聞いたことがあって、まあ、実際にそのプーチンのインタビュー動画を見てみた人もいるんじゃないかと思うんですけど、まあ、かなりね、西側のプロパガンダメディアは焦ってるようですね。で、今、盛んにイタリアのテレビの討論番組とか報道番組で、西側プロパガンダの、報道番組で話題になっているのが、ナワリヌイ氏、ロシアのナワリヌイ氏が、死亡したことについてなんですね。日本語でナワリヌイ氏って言うんですけど、イタリア語でナバルニって言っているので、ちょっとこのナバルニの方が言いやすいんで、まあ、私がナバルニって言っちゃったら、そのナワリヌイ氏、日本語ではナワリヌイ氏なので、ちょっと言いづらいので、ナバルニっていう方の、言い方を採用することになるかもしれないんですけど、ご了承いただきたいと思います。そう、まあ、またこれ余談なんですけどね、イタリア語と日本語で発音が随分違うものとか、言い方が全く違うものって多くって、例えばその省略の、例えば WHO とかも、イタリア語では OMS なんですね。なので、そういう、例えば NGO とかも、日本語の NGO とかも、イタリア語の場合は ONG なんですよ。なので、そういうね、新しい言葉をいちいち2カ国語を覚えるのって結構大変なんですよね。まあ、全然発音が違うのとかもあって、例えば習近平とかはイタリア語でシージンピンって言うんですよ。なので、あとその、だからイタリア語でその、例えば韓国系の人を言ってる場合、日本語でどう発音されているのかが分からなくって、まあ、相当話題にならないと、その名前とイタリア語で話されている発音と日本語の発音が全く違っていると分からなかったりするんですよね。そうそう、例えばこの間の WHO のパンデミック条約の、
それと並行して進んでいる IHR ってね、日本語で言われているものも、イタリア語の場合はね、RSI なんですね。なので、もうそれに、これはこのことだったのかっていうのに一致して分かるまでに結構時間がかかったりするんですよね。そう。まあそういう余談話なんですけど、ナバルニの話に戻ると、イタリアでもテレビの討論番組では盛んに討論されているようです。で、まあいつもと同じパターンなんですよね、本当に。この時期にこういう話題が出てきたっていうことの意図がまず怪しいなって思いませんか？まずもうその西側プロパガンダがいつもやっているパターンっていうのはいつも同じなんですよね、本当に。何でもプーチンの責任にするっていう感じでね。で、今までもそのプーチンに反対した人は全て暗殺されるっていうような情報が西側のプロパガンダではすごい回っていると思うんですけど、まあ、それが本当か、それもプロパガンダで本当は違うのかっていう話は別にして、今回の件について、この時期にこのタッカー・カールソンの、インタビューが世界中で、まあ、すごく再生されて、まあ、大変な話題になっている時期に、わざわざプーチンが暗殺をするようなことをすると思いますか？プーチンも本当に賢い人なんで、そんなことをこのやっとその西側プロパガンダの嘘が暴かれてきたという時期に、わざわざそのプーチンが暗殺を仕掛けると思いますかっていう話なんですよね。で、しかも、ロシアの大統領選挙がもう1ヶ月ぐらい先に迫ってる時期じゃないですか。もうプーチンが圧勝だということで、まあ世論調査でもすでに分かっているらしいんですけどね。まあ実際なので絶対プーチンが勝つと思うんですけど、でもし西側諸国が言うように、このナバルニ氏が英雄的な人だったら、わざわざその大統領選挙が迫る、1ヶ月前に迫るこの時期に、その疑われるようなことをすると思いますかっていう話なんですよね。まあそういう根本的な話から、まず第一印象として、まあまあいつものやり方と全く同じじゃないかって思ったんですよね。まあ何か起こってプーチンのせいにするって、ノルドストリームとかもそうですよね。ノルドストリームが爆破されて、これはプーチンがやったに違いないって、そういうふうにプロパガンダ流していた、なんか原発が攻撃された時もこれもプーチンがやったに違いないって言われて、そういうプロパガンダを散々流して、その話題が消えて終わりになるっていう感じのいつものやり方かなって私も真っ先に思ったんですけど、まあこういうね、ロシア関係の情報はイタリアの反グローバリズムの YouTube チャンネルでビジョネティブっていうのがあるんですけど、このチャンネルはすごいんですね。もう本当にロシアに精通しているので、何かあると真っ先にロシア側の報道ではどういうことを話されているかとかを教えてくれるんですね。まあ、本当にロシア駐在のイタリア語を話す人がたくさんいるんですよ。まあ、逆もそうですけど、ロシアのハーフとか、ロシアと精通しているイタリア人とかね、まあ、たくさんいて、まあ、そういう人たちがいろいろな情報をすぐに教えてくれるんですね。で、今回のこの、ナワリヌイさんの話もすぐしてくれました。で、私の第一印象と全く一緒だなって思ったので、まあ、この話、まあ、本当にね、日本でもこのナワリヌイ氏がロシアのプーチンに暗殺された疑いがあるっていうような報道をされていると思うので、騙されないようにしてほしいなっていうことで、真っ先に動画撮りたいなって思いました。で、このビジョネティブの、特集を組んでいろいろ話してくれたんですけど、まあ私、全部完璧に伝えられるわけではないんですけど、まあ要点だけを共有したいと思います。まず、このナワリヌイ氏は、ロシアでは全く知名度がないそうなんですね。全然重要人物ではないということで、西側メディアでは彼をまるでヒーローのように扱っていて、まあ、反プーチン派ということで、リベラルな人だったということで、その反プーチンの汚職を暴こうとしていたみたいなことで、英雄的に扱われているようなんですけど、
まあ、とにかくロシアでは全く重要人物ではなく知らない人の方が多いっていうぐらいの、全く無名の人だと言うんですね。まず一つはこれ。これが西側プロパガンダとは絶対全然違うことですよね。で、このナバルニ氏はね、最初は極右の人だったんですって。まあ、本当にナチだったんですってね。で、その極右だったんですけど、なんかね、急にリベラルに方向を変えたそうなんですよ。で、それが2012年だそうなんですけど、で、その時にね、まあちょっとその頃はロシアで CIA の事務所なんかがあったりして、その CIA とかももうロシアにたくさん駐在してたらしいんですね。で、そのなんか2012年からプーチンはその CIA の駐在を全部追い出して、今ではもうスパイ機関が入れないようになっているらしいんですけど、その2012年まではなんか20年間普通に CIA の事務所なんかもあって、CIA とかイギリスの情報機関の人が、在住してたらしいんですね。その頃に、まあ、CIA とかイギリスの諜報機関とやり取りがあって、ナバルニはどうも買収されたらしいんですね。で、その証拠画像っていうのもあるんですよ。なんかその2012年に喫茶店でイギリスの諜報機関と会って会話した時の会話と映像がリークされていて、そのイギリスの諜報機関の名前忘れちゃったんですけど、その人が反プーチンとしての活動を支援するために莫大なお金を出すっていうね、そういう話を持ちかけていたんですね。全てプロパガンダだとか全ての面でバックアップするから、反プーチンの動きをやってくれっていうような、そういう話だったらしいんですよ。で、その後、まあ、CIA だとかイギリスの諜報機関は、まあ、ロシア政府から全部追放されて、まあ、今ではもうそういうスパイは入ってこれないようになっているようなんですけど、その20年間はロシアに普通に駐在できていたんですって。なので、その頃にいろんなことを企画されていたということなんですね。まあ、なので、ロシアは今諜報機関を追放されているんですけど、まあ、他の国ではね、西側諸国なんてね、本当にスパイがたくさんいると思うんですよね。まあ、イタリアも本当に諜報機関がたくさん入っていて、まあ、そういう闇も少しずつ暴かれているようですけど、まあ、それは置いといて、ロシアでも20年間そういうふうにスパイが駐在できたので、まあ、いろんなことを企画されたらしいんですね。それで CIA とかはもうすでにロシアからは追放されているそうなんですね。で、その後ナバルニは2020年にドイツに送られてるんですよね。で、その時はなんかね、毒を盛られたかなんかで、緊急で治療するためにドイツに送られたっていうような話なんですけど、まあ、その頃も随分ね、いろいろと話題になっていたらしいんですよ。で、私はまあご存知の通り、以前は全然そういう政治関係の話に興味がなかったので、詳しい話はわからないんですけど、まあ、そのいろいろな件で以前から話題になっていた人らしいんですね。で、その2020年にドイツに送られて、で、まあ、ロシアからは国外追放みたいな感じで、ロシアに帰ってこなければ、もう追及しないよっていう感じで、そういうふうに通達されていたらしいんです。ところが、ナバルニはおそらくその CIA とまた闇の取引があって、わざわざロシアに戻れっていうことになったらしいんですね。ロシアに戻れば逮捕されて、まあ、英雄になれると。それでその後も支援するからっていう感じで、またそういう闇の取引の話を持ちかけられて、ロシアに戻ったらしいんです。そしたら、その案の定、まあ、ロシアに戻ってきたら逮捕ということをもちろん言われていたのにかかわらず、帰ったのですぐに逮捕されたんですね。それで刑務所行きになったらしいんですよ。で、ところが、そのロシアの刑務所でいたのは、その軽い罪の人が入ってくるような、割と警備が甘いような刑務所に入っていたんですって。なんかね、すごくその刑務所によって罪が重い人たちがいるところとかは厳重な管理で、厳重な体制で管理されるらしいんですけど、軽い罪の人の場合は結構ね、管理が甘いらしいんですね。それは西側諸国の刑務所より甘いっていうふうに、まあ、ロシア滞在の人が言ってたんですけど、まあ、そういう感じらしいんです。それで、そのロシアの
その軽い罪の刑務所にいたっていう話なんです。それで今回突然死したということで、まあ、その突然死では、まあプーチンが、まあ、その指示をして暗殺したことなんじゃないかってことで、西側諸国では、まあ、ほとんど決めつけのようにして、まあ、大騒ぎしてるわけですよね。でも、まあ、私の印象でも、まあ、これはその西側諸国がやって罪をなすりつけるっていう、そのいつものパターンだなって思いましたし、実際にロシアに詳しいジャーナリストたちは、CIA かイギリスの諜報機関の、仕業に違いないって、まあ、それはもう仕組まれたことじゃないかっていうふうに言っていました。まあ、時期からしてそうですよね。タッカー・カールソンのインタビューが世の中に出回って、まあ、それでまたロシア悪っていう印象を、また吹き込むために、また再度、まあ、そのロシアは悪なんだよっていう印象を吹き込むために、わざわざこの時期にこういうことを仕掛けたに違いないというね、そういうことでした。私も全く同意です。まあ、なんかその CIA とかが暗殺をするのっていつもやり方が同じというか、まあ、本当にね、ちょうどいいタイミングで何かそういう印象操作のために、まあ、人の命を平気で奪って大騒ぎして誰かに罪をなすりつけるっていうね、まあ、本当にいつもやり方が同じだなと思うので、まあ本当に相変わらずだなって思いました。西側プロパガンダはまだまだ続くということで、日本でこのナワリヌイの話がどのぐらい話題になってるのかわからないんですけど、今そのプーチンのことやロシアのことを見直したっていう人が続出する中で、このタイミングで出てきて、またあれ、やっぱりロシアは怖い国、ちょっとその反勢力を許さないようなすごい怖い国っていう印象を、プーチンへの印象を元に戻させるためにやったことに違いないって思ったんですよね。そう思いました。ということで、今回はこの話題をとりあえずお伝えしたいと思いました。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。